あっちそっちよっちです。こんにちは、えっちゃんです。りっちゃんです。そしてダンベルよりも女子の手を握りたい採用アンプレートです。はい、今回で最終話になってしまうわけなんですけれど、今回は私得な企画になっております。なんとマッチョコンテスト姿で腕立て伏せの対決をしていただきます。でも、まあ、腕立て伏せ対決と聞いてりっちゃん、まあ、どっちが勝つと思いますか？サイヤマンさんでしょうねってなりますよね、と思ったので、今回はハンデとしてサイヤマンさんの上に私とりっちゃんが乗りまーす。ということで、2人乗った状態で腕立てて、僕の上には乗らない。あ、乗らないです。大丈夫です。大丈夫ですか？はい、安心してください。はい、はい、はい、ということで早速対決の方に移りましょう。はい、準備ができました。今回のルールといたしましては、ハンデ付きで30秒間で多く腕立て伏せができた方が勝ちとなります。それでは早速ね、私も乗っていきますね。まあ、こんな感じで乗っていきます。はい。えっちゃんは俺の方に乗る。あ、いいです。大丈夫。はい。えっちゃんはどう？大丈夫です。はい。ということで、この体勢でいきましょう。それでは準備の方してください。OK ですか？さすがに負けないでしょ、これは。よーい。いくぜ。スタート。おー。おー、早い。これがパンプアップです。はい、これがパンプアップです。はい、ということでね、結果発表の方に移りましょう。はい、はい、ということで結果発表に行きたいと思います。はい、なんと今回の腕立て伏せ勝負結果第1位は42回でサイヤマンさん。わのっけて、見事。いやもう早すぎて途中でわーってなっちゃって、なんという早さなんだっけ。体重ありますか？あ、軽かった。そんなことないですよ。いやだ、もう何キロぐらいですか、ね、2人とも。20キロぐらい。3ぐらい。はい、まあ、ちなみになんですね、ヨッチは、まあ、35、私はちょっとカウントわーってなっちゃってたんですけど、35ぐらいでした。最初はね、すごいできたんですけど、うん、持たない。そう、最初は同じペースだったんですよ、うん、ところが途中、いやもう持たない、ってなって、もう無理だった。その間にもうサイヤマンさんがずっとペース変わんなかった。うん、はい、これが筋肉の差ですね。そうです、実家に厚みに近いパーツ。はい、はい、ということで今回の勝負はサイヤマンさんの勝ちでした。イエーイ、ありがとうございます。皆さん、今回でね、さやまさんとの、第5回の企画が終わってしまいましたけど、この動画も、今までの動画も面白かったなと思ったら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。さやまさん、本当にありがとうございました。ありがとうございました。それでは皆さん、またお会いしましょう。またねー。またねー。